チョウの葉っぱを折ります。こちらをまず半分に折ります。半分に折ります。広げてこちらの辺を3分の1で折りたたみます。広げます。こちらの折り目に合わせて斜めに折ります。辺と辺を合わせて反対側に折ります。こちらの線で切ります。こちらを広げます。こちらで完成です。